こんにちは、シュウです。今回はチャリスをやってこうかなと思います。でこれダウンロード版なんだけど、その商品の説明のとこに4人対戦ができますよみたいな書いてたんだよね。うわ、ついにマリオメーカーの自転車バージョン出たなと思って、やろうと思ったら本当にあるんだよね、バトルって書いて。チャリソーって私一人のイメージだったんだけど、うわこれは楽しいなと思ってやってみようと思って、しかも見てこれ、フェイスも変えれんだよね。今度私の可愛い顔、これもできると思って、でこれを押して携帯じって誰も参加しねえなと思ったら、これ近くに人いないとできないんだね。お前、いやまあ確かに発売日見たら2015年5年前だったから、まあ言われればそうかもしれないけど、正直ワクワク返してほしいよね。ただこれなんとすごいところがね、100円なんだよね。何パーセントオフかで、だから買うならみんな今だと思う。でこれハードやろうかなと思ったんだけど、ノーマルで1万メートル以上走ると解放される。なので今回ノーマルで、これ押し座だけなんだよね。ノーマルでとりあえず1万、いやこれマルチでやれたら激アツだったろうね。これスイッチでできんのかな、ほら私かわいいでしょ、スイッチでできんのかなこれ。これ今なんでやってるかっていうと、 Wii U のパッドでやってるね。でもスイッチで出たらもう出てる、おな、雪だるまなんじゃん、すげえ。スイッチで出たら多分あれだろうね、マルチ対戦あるだろうね。いやホクロもある、いやスイッチ出てほしいかな。もうなんなら出てんのかな、これ左上にメートル書いてるね。いや私ね、自転車はね、もう本当に自転車だったね、昔マジめっちゃどこ行くどこ行くにも自転車だったね。短い距離でも長い距離でもとりあえず、おおすげえバグじゃん、自転車だったね。でみんな自転車のさ、後ろにあるなんか泥かけみたいなの分かる、ママチャリだと分かりづらいと思うんだけど、なんか小学生ぐらいが乗る泥かけみたいの分かるかな、その泥が跳ねないように。おー危ねえ、イタチの手裏剣、あのサスケとこにやるやつで、ね、サスケバーサス戦であって、サスケがやったのか、でイタチのお尻刺さっちゃうやつね。でその泥かけは時ぶっ壊れたのに、折れた時があって、うわー、誰誰誰誰、これさ、なんだっけ、チャリソーって誰もが一回はやったことない。私も、おーすげえ、ダッシュパネルじゃん、誰もがほんと一回やって、あ、そうそうそう、泥かけぶっ壊れた時あって、あ、それ雨降ってたんだよね。雨降っててなんか地面がジョロジョロしてて普通に乗ってたんだよね。で私なんか泥かけの意味なんてそんな考えたことなくて、もう自転車乗って目的地着いて自分の背中見たらもう真っ黒っていうか、もうべしょべしょに汚くてびっくりしたよね。あれ泥かけないとね、すごいやべえやべえやべえ、すごいもうやばいんだよね、泥つくの。だからすげえな、泥かけと思って。なんかさ、ママチャリ皆さん乗ったことあります？なんかママチャリのあの台っていうのかな、後ろの荷物乗せるとこ、まあ荷物乗せる人あんまいないかもしれないけど、あれに結構乗る人いない？こうなんていうの、サドルをちょっと後ろグッてやって、なんかそれ昔なんかあるあるみたいので見たね。いやみんな4000まで帰ってきた、もう手汗やばい、あの期末テストのテスト終わった時の紙ぐらいの手汗出てる、わかる、期末、やばい、すごいやばい、期末テスト、私ね、もう私ね、昔自転車乗ってた時、なんか自転車乗ってた時余裕ぶることない、これ私だけ、なんか坂道とか私めちゃめちゃ余裕ぶってこいてたね。別になんか知り合いとかもう一人、いや周りなんかおばさんとかいたかもしれないけど、なんかね、その待って、これ1枚いけるな、マジで1枚いきたい、これ10分ぐらいよ、おっしゃ、なんかね坂道とか、坂道とかね、そのなんか鼻だけで息してたみたいとかあったね、わかるかな、こう口を出さないで、はじゃなくて鼻で、はあ、うえケツに刺さるとこだった。あ、みんなこれこっちに動けたりする、わかる、ずっと私 A しか押しなかったんだけど、うわこれだいぶ幅変わるわ、私のちょ6000まで早送りでいけるわこれ、マジでこれ覚えれんのはマジででかい。そうだよね、さすがにむずすぎだなと思ってたもん。さあ皆さん、私この十字キーを覚えたことによりマジで可能性しか広がってないね。お先ついたみそらね、めちゃめちゃ簡単だわ。
さっきツイッター見たらね、なんか広瀬姉妹みたいな、広瀬すずさん姉妹がそのインスタライブやってたみたいなあったね。やっぱ美人のさ、美人って美人なのかのあれって美人なのかね、やっぱ家系がそういう家系なのかな。いやどっちも綺麗じゃないですか。いやあと3000。まああれだよね、テレビで堀北真希さんの妹出たね。いや堀北真希さん超好きなんだよね、マジ可愛くない。ちょ待ってね、これいけるな、マジ十字キー、これマジいけるわ。はい、うわ何これ、あ、お、超やばい、みんな残り2000、これいったらみんな拍手して、拍手して、7000来た、7000来た、めっちゃ緊張してる、40分ぐらいかかってる、めっちゃ緊張してる。いやすごい、これ当たりコースかもしんない、めちゃめちゃ簡単。いや、トリプルジャンプ、浅田真央選手の。 OK OK よ、8000、あと2000、あと2000、あと2000、あと遅いぞ、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、ほいほい、落ち着いてる、めちゃめちゃ落ち着いてる、今年超落ち着いてる、マークミスずれなし、問題なし、 OK、 タルカーします、あとあと1500、あと1500、おめっちゃ簡単でコース当たった、これはモラタ、モラタで駆動、服部平次もびっくり、よし、あと1000、あと1000、おお、あ、来た、あと400、あと400、あと500、あと500、勝った、もらった、これはマジ熱い、簡単なコース引いた、いやった超嬉しい。これ結構、これでもね、100円で遊べるって考えると、なんか今自粛じゃん、まあ、意外と楽しめるね。なんかチャリソーってね、なんかメダルモードみたいのもあるじゃないですか、ジャニー、メダルモードみたいのあるじゃないですか、なんでジャニー、それも、蹴落として今がある。なんかあんま嬉しくないね、蹴落として今がある。うわ、ハードいって終わるか、ハード解放されたね。あ、ランキング見れんじゃん、あ、そう、さっき見たんだよね、ランキング1位の人が1万1000、あ、これ、あと、じゃあ、オンラインだ、オンラインに接続しよう。オンラインに接続したら出んだよ。私、1万1000だね。うわ、5万2000。メソメソ、やば。これ、私、100位ぐらいなら入ってんじゃない、ワンチャン。うわ、100位で1万3000か、ワンチャンあったね。で、ハードだと、あ、ハードの方がなんか距離進んでないわ。見て、ハードだと、6600でなれんだって、この順位。お、見て、私、週間ランキング入ってる。週。うん、すげえじゃん、私。これさ、ノーマルの人の1位、ノーマルの人の1位が、これ、2月18日、2016年ってこと ?4 年前のこのメソメソさんがまだ抜かされてん。まあ、私、6000いくわ。なんでこれ、お牛座しかできないんだろう。6000いくわ、とりあえず私、100位以内に入るってことだもんね。でも、私、だいぶ慣れたけどね。ちょ、見てた、私の初見プレイ。ハード初見プレイ。全然イージーじゃない？これハードだよね、本当に。めちゃめちゃ楽勝。はい。これアイコンいいよね、自分のアイコン。うわ、でもこれ4人対戦したかったな、私。ジャニー。私ね、ジャニー。私ね。それマルチだって思わなかったね。いや、正直思ってた、ちょっと。5年前だし。なんだけど、もうあわよくばの期待だよね。マリオメーカーかっこチャリバージョンみたいな。おお、これさ、え、なんも変わってなくない？私全然6000いけるよ、これ。見て、上もう1200だよ、私。いや、私、だいぶ、週間ランキング2位の男だからね。すごくない？週間で2位になれるものってあんまりなくない？いや、私、すごいな。え、すごくないこれ。全国、日本で私、2位の男でしょ。週間。うわ、私、これ自慢しよう。いや、実は今、俺、全国2位なんだよね、みたいな。ジャニー？待って、これ、私、6000いけるの？マジで。いや、この、荒波に乗るね、荒波に乗る。うわ。うわ、荒波すげえ、準備、あ、準備、いや、やめよう、ちょ、ネタバレになるの、オッケー、ナイス。はい。6000いけろ、マジで。ほっ、うん、うん、よし、砂漠も越えた。はい、イタチの手裏剣もかわしてる。お、マジ6000、初見プレイ6000あるの？今んとこやられるよ、これやられたら動画終わるわ。ジャニー、ジャニー、やられたら今日、私動画、ジャニー、終わろうかなと思います。いや、でも、私ノーマルモードでだいぶ鍛えられたからね。それの、実績、これ雪玉下から当たっても大丈夫なのか、あ、それがよくわかんないんだけど。はい、いや、習慣乗るな、これ。あれ歴代か、習慣じゃなくてさっきのハードモードって。
違うかな。やべ、落ち着いて、落ち着いて。雪だるま。うわ、すごい、なんて反射神経だ。オッケーオッケーオッケー。これワンチャン1万いかないよね。バイバイ。